ドニャ・カシルダイ・トゥリサル公園は、スペイン・バスク州ビスカヤ県ビルバオーノア・バンドク・インダウチ地区にある都市公園。名称は土地を寄贈したカシルダイ・トゥリサルに由来している。ドニャは、女性の損傷で、スペイン語のセナラ、英語のミセスとほぼ同じ意味である。リカルド・バウティラによって設計されたイギリス式庭園であり、1907年に開園した。 スペイン内戦後の1940年には敷地の東端にビルバオ美術館の建設が開始され、1945年に新美術館が開館した。これらが理由で20世紀の間に公園面積はかなり縮小している。1962年にはビルバオ美術館がスペイン文化遺産に指定された。現在の公園面積は8.52ヘクタールである。 樹齢100年以上の木々が植えられている。西側には鶴が張ったアズマヤに囲まれた噴水があり、中央部にはアヒル、花チョ鳥など多くの種が生息している池がある。この池が由来となり、地元ではアヒル公園と呼ばれている。近年まではビルバオの中心部で唯一の大規模な都市公園だった。北辺はアバンドイバラ地区の再開発地区に接しており、 ビルバオグッケンハイム美術館、アルオンディガビルバオ、エウスカルディナ国際会議場、コンサートホール、イベルドローラタワーなどに近い。ビルバオトラムでは、サビのアラナ停留所が最寄り駅である。ありがとうございます。